皆さんこんにちは、行政書士の古川光です。今回は行政書士開業スタートアップ応援企画ということで、僕は常々一人でも多くの方に行政書士という資格を使って人生をより良くしていただきたい、幸せになっていただきたい、そういう思いがあるので、これから開業してね、活躍していきたい人たちを応援していこうじゃないかというね、企画をやっていきたいと思います。でその栄えある第1回として、こちらのゲストにお越しいただきました。もうすでに SNS とかではね、しじみさんとしてご存知の方も多くいらっしゃると思うんですけれども、ゲストにお招きしてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は本当このような機会に呼んでいただいて、とても嬉しく思っております。まあ、リラックスしてやっていきましょう。はい、しじみさんはもうお名前は言ってしまっていいんですかね。あ、大丈夫です。はい、私 SNS ではしじみという名前で皆様とちょっと親しくさせていただいております。知る人ぞ知る有名人ですか。とんでもないです。ゆかと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゆかさんと僕の出会ったきっかけっていうのが、まあ、ツイッターでつながってたっていうのもあるんですけど、まあ、一番はクラブハウスかな。はい、クラブハウスでちょっとお話しさせていただいて、でそこでねすごく面白い人がいるなと思ったんですよ。でその後ね、素晴らしいことにツイッターでもゆかさんの方からすごくねご丁寧なメッセージをいただいたんですよ。それがすごく印象的で、っていうのがね、そういうことができる人とできない人ってやっぱりいて、僕自身も開業した時に一番最初いつもやってたのは、名刺交換したり出会った方に対して一人一人におはがきを送ってたんですよ。この前こういうお話を聞けて大変勉強になりましたとかね、その中からこうね、いい印象を持ってくれた人と関係性深めたりっていうのがあったんですよね。それをの現代版だなみたいな、すごく印象深かったですね。クラブハウスでもお話したんですけど、まあ、ものすごくこう熱意があってパワーがあって、これはねこの子伸びるなってすごく感じたんですよ。ありがとうございます。そうなんですよ。すごく嬉しいです。これからちょっとお話ししたいと思うんですけど、ゆかさんすごいんですよ。何がすごいって、まず行政書士試験簡単じゃないじゃないですか。はい、難しかったです、ね。はい、僕も本当にゲロ吐きそうながらやってましたよ。受験されてどれくらいで合格されたってことでしたっけ。3ヶ月で合格しました。3ヶ月ですよ、すごいですよね。でもないです。いや、すごい。もともとだって法律とか全然関係ないんですもんね。そうですね、私大学文学部で日本史を専攻してました。日本史、はい、民法、憲法、行政法なんて出てこないですよね。どうやって勉強されたんですか。勉強は独学だったんですけれども、すごい。とんでもないです。市販の普通に本屋さんに売ってる、うん、ちょっと今日テキスト持ってきたんですけど、おこれ見たいですね。お、はい、ぜひぜひぜひ、はい、独学、はい。まあ、ちなみに僕はあれですよ、資格の予備校レックリーガルマインですよ。はい、今日お持ちいただいたんですね。はい、ちょっと持って、すごいじゃないですか。持ってまいりました。はい、ちなみにレックはない。あ、伊藤そう、伊藤塾の宣伝ではないんですけれど、伝統のね、伊藤塾がやってる、こういうのあるんですね。これはすごく役に立ちました。役に立った。行政書士試験6法別冊っていうね、これ僕もね、あのツイッターで拝見したんですよ、ゆかさんのね。あ、はい、すっごいくて、なんかもうこう付箋みたいのがカラフルで、すごいいろんなとこ貼ってあって、もう黒ひげ危機一発みたいになってたんですよ、はい、それあります。それちょっとこっち側に向けると付箋が多いかもしれないです。すごいんですよ、はい、いろんなとこに剣刺しまくっちゃってもう。これを独学で始めたんですよね。独学で始めました。すごいよね。で、まずテキストを読む。テキストを読みました。今ボロボロなんですけど、これ結構分厚いんですよ、テキスト。ですよね。はい、分厚いので各科目ごとに私はカッターで切って製本しました。製本もした。製本しました。これこういう本じゃないんだ。あ、違います。いや、すごいな。このテキストをカッターで切ってから製本テープ、バラバラにして、はい、製本テープ、こんなあの一冊の本になっちゃってます。すごいですね。そう、全部こういう風に切り利き一発みたいになっちゃってます。すごいんですか。はい、こういう風にして持ち歩けるように、そう、見やすいように。あ、なるほどね。はい、確かにこれぐらい薄ければ電車でも読めたり、カフェで一休みでも読めたり。完全に我流です。これどうやって思いついたんですか。これは思ったからやってみたみたいな。そうです。すごい。あれですよ、開業して一番大事なのってやってみたですよね。あ、もう人生全てそうですけど、やってみたができるかできないかで差がつきますよね。思って終わりな人多いですからね。はい、やってみちゃうんだからすごいですよ。これを大体3週間ぐらいで一気にバーッと1回回すっていう。1回読んで、はい、読んでちょっと
覚えて、そこからもすぐ過去問に入る。インプットが終わった後から分からなくても何回でも何回でも模試を解き続けるっていう勉強法をしました。つまりインプットとアウトプットを繰り返して、はい、今聞いてる限りだとかなりアウトプット多めって感じですね。そうです、インが多分2割で、アウトプット8割ぐらいで勉強しました。あ、まさにですよね、うん、僕も常々ね、あの開業の時に言うんですけど、インプットとアウトプット大事だよ。その時にインプット2割、アウトプット8割が大事って言うんですよ。あ、そうなんですね。さすがですね。あ、嬉しいです。これなんですよね、この行動力というか、やってみたというかね、やるってことがやっぱすごいですよね。実際に出していかないと覚えないので、自分が分からないところも知るっていうのをやっぱアウトプットだと思ってるので。それ開業でそのままインプットと、インプット2割、アウトプット8割で、まずやりまくるってことをやれば、はい、まあうまくいきますよ。もう解決しましたね。はい、ありがとうございました。せっかくお越しいただいたんで、これからね、具体的な聞いてみたいこととかあると思うんで、まあ、少しでも参考になればと思うんで。じゃあ質問させていただいてもよろしいですか？はい、あ、もう全然何でも来てください。はい、はい、あの私ちょっと質問を事前に12個考えてきました。たくさんね質問を考えてきてくださったんで、まあ、1回では取り切れないと思うので、何回かに分けてお伝えしていきたいと思います。さあ、一つ目のご質問は何でしょうか？はい、じゃあまず一つ目の質問として、はい、古川先生が開業前に準備されたこと、はい、開業前の期間のことをちょっと知りたいです、うん、なるほど、わかりました、はい、全く未経験で独立しましたっていう人、あるいは行政書士事務所で実務経験を積んだ後に独立しましたっていう人で、僕は後者だったんですよね、はい、僕は行政書士事務所でこう修行させていただいて、でそれからの独立だったので、そういう意味では実務に関してはかなり長く7年ぐらいはやらせてもらったんですよ、はい、そこからじゃあいきなり開業するかっていうと、それは僕はせずに、何をしたかっていうと、これ実務は分かったけど、お仕事をご依頼いただくまでのルートが僕にはないなって思ったんですよね、でんと構えて、へいらっしゃいって言っても誰も来てくれないんですか、はい、だったらちょっと営業の勉強しなきゃいけないなって僕は思ったんですよ。で営業会社に入りました。営業会社っていうのはしかも飛び込み営業、戸建て訪問、アポなしでいきなりピンポンって、もう宝と言われるやつですね、はい、めちゃめちゃね過酷なピンポン結構ですみたいな、いやまだまだ何も言ってません奥さんみたいなね、はい、ことをやって、水撒いてるおっちゃんに水ぶっかけられたりとかもあったわけですけど、1年間やらせてもらったんですよね。でそこでどうやったらお客様と信頼関係を築けるのか、どうやってコミュニケーションを取るのか、雑談とかねっていうものをもうひたすら毎日飛び込むことによって身につけた。これが約1年間、これはものすごく役立ちました。やっぱり名刺の渡し方もそうだし、まあ、例えばねこうちゃんと靴を揃えるとかね、カバンをお客様のお宅に置かずにタオルを引いてその上に置くとかね、まあ、いろんなことを学んだわけです。でじゃあ実際にいざ開業ってなった時の準備期間っていうのはないですね。行政書士会申し込みしてから OK 出るまでって、今どれくらい？今1ヶ月半ぐらいですよね。1ヶ月から1ヶ月半ぐらいです。僕も実際の具体的な準備って言ったらそれだけです、はい、その期間だけで、その間に全部準備してねやってったって感じですよね、はい、まあ正直開業する上で言えばあんまり準備期間いらないんですけど、考えてもらいたいのは実務どうするのもそうだし、どうやって誰にそれを届けたいの、そこのマーケティング的な部分、ここはしっかり考えた方がいいかなと思うんですけどね。はい、古川先生って勢いがある方っていう印象を私に持ってたんですけれども、その開業に至るまでの間に綿密に戦略を練りながらやられてたんだなっていうのを聞いて、やっぱちゃんと準備をするっていうことが大事だなと思いました。どんな仕事も段取り8割じゃないですか、はい、事前準備で仕上がってればあともやるだけっていう、そこの準備ができてないとやっぱり苦労するじゃないですか、はい、で特に最初ってお仕事がねたくさんもらえるわけではないから無収入になっちゃう時期ってあるじゃないですか。その時から準備してると無収入の時期が長くなるじゃないですか、はい、それってきついと思うんですよね、はい、だから収入ある時に準備をしてた方がいいかなと皆さんにお伝えしたいですよね、うん、すごく大事なことだと思います、うん、次は何ですか？じゃあ2つ目の質問に、はい、古川先生が1年目に実践してよかったことを教えてください。あ、なるほど。いやこれはね、はい、失敗だらけですよ、はい、やんなきゃよかったもいっぱいある、むしろやんなきゃよかったの方が多いですけどね、はい、僕は戸建て訪問やったじゃないですか、はい、で飛び込んで100本やればいくらかの確率で当たる感覚があったんですよね、はい、だから数が大事だと僕は最初思ったんですよ。私も今そう思ってます。その通りなんです、はい、
で、何やっていいか分かんないから、とりあえずやれること全部やってみよう、良さそうだなっていうものをとにかくやってみようってやったわけですよ。一番最初にとにかくやりまくったのは、僕の場合はもう飛び込み営業です、それこそ。もともと法律事務所とかの経験はあったけど、その時のお客様に営業をね、してアプローチしていくっていうのは、これはまあ禁じられていたし、それは筋としてやっちゃいけないと思う、これはやらなかった。とすると人脈ってゼロベーススタートじゃないですか。もう飛び込むしかないというの で、僕の場合はもう最初から異業経営者様、クリニック様のご支援っていうのをやっていくって決めてたから、クリニック様に全部飛び込みをしてました。これはお勧めしません。すいません、やろうと思ってました。やっていいです。やってください、はい、ぜひやってください、はい、そこでダメだったらダメだったで、それも経験なんです、はい、その経験がゆくゆく財産に変わるんで、何もやんなければそこから得るものは何もない。失敗すれば失敗したことが経験になる、はい、こういう思いで全部やってほしいんですけど、クリニック様の場合はやっぱり患者さんいっぱいおられるじゃないですか、はい、開業医の先生方は診療もされてらっしゃるじゃないですか。ここに飛び込むのはね、やっぱり迷惑ですよ、単純に。そうですね、はい、単純に迷惑。それはあんまりお勧めしないです。ただ一方で業種によっては時間空いてらっしゃる社長さんも多分おられたりもするし、 B2C でね、一般のお客様を相手にするんであれば、ご自宅でのんびりしてらっしゃる方もおられるかもしれないし、そこにだったら飛び込んでいいと思うんですけど、はい、そこは相手の迷惑を考えながらやるというのがありました。でもこの飛び込みもやってよかったです。その中でその熱意を感じてくださって、気に入ってくださったお客様もおられて、その方とは開業して今11年目ですけど、未だにこう恋にしていただいて、すごくいい関係続いてるので、それはそれでやってよかった。いろいろ考えながら、これはやった方がいいよっていうのは、やっぱり事業というのは直接営業よりは間接営業と言われるご紹介をいただくっていうことが、これ非常に重要なわけですよね、はい、だとするならば、ご紹介をいただける方、その方をしっかり確保していく、これは徹底的にやった方がいいし、まずこれを第一優先でやった方がいいんですね、はい、毎月1件ご紹介をいただける方、この方が10人いたら毎月10件ご紹介いただけるわけじゃないですか。安定するじゃないですか、はい、まあ、こういう考え方がすごく大事で、間接営業、ご紹介いただけるご提携先様、協力者様をどれだけ作れるかっていうのが一番最初に僕自身もやって一番良かった。はい、だからこれをまずやる、優先順位としては。逆にもうこれだけやってるいいんじゃないかと思ってますよ、僕自身は。ご紹介いただける方っていうのが、これは自分の扱う業務だとか、自分のお客様が誰なのか、これによって全然違ってきますよね。はい、いろんなことをやりたいと思ってるんですけど、会社設立とかはすごく関心があります。はい、素晴らしいです。やっぱり挑戦する人のサポートができるっていうのもすごくこの行政書士の仕事の魅力だと思うんで、うん、そこはちょっと携わりたいなと思ってます。素晴らしい。これ僕自身も最初は医療で特化してやっていくってやってたんですけど、最初ね、その人脈がなかったから、しかも医療法人の設立って年間で全国で1000件ぐらいしか設立ってないんですよ。ここを当てに行くって結構難しいじゃないですか。いや、本当そうですね、難しいんですよ、うん、だからすぐに案件化することはなくて、はい、毎日100件ぐらいクリニックさんを飛び込みましたけど、すぐすぐ案件化するってことはなくて何ヶ月もかかる。その間僕はもう無職だし、開業している、もう言ってしまえばニートですよ、何にもやってないんで、ひたすら飛び込んでるだけの人みたいな状態なわけじゃないですか。だから何とかしなきゃいけない、何とか売り上げ立てなきゃいけないっていうことで、一番最初に自分のビジネスの柱になったのは、それこそ会社設立でしたよ、はい、そこを徹底的にやりました。だから会社設立 を獲得したいんであれば、どうしたらいいかっていうのは僕は分かりますよ、そういう点では。はい、もうお聞きしたいことがあった山ほどです、すいません、はい、一言で言っちゃえば、はい、頑張れ。はい、いや、その一言に尽きますね、本当に。まあそうなんですけどね、はい、これマーケティングの考え方ですけど、自分が相手にしたいお客様像を想像する、ペルソナとかって言いますけどね、はい、こういうお客様を自分のお客様にしたい、これを明確にしたら、そのお客様がたくさん集まるとこはどこだろうかを想像する。個人事業の人たちが集まる交流会だったりサロンだったり、そういうコミュニティに僕も行きました、はい、そこにいっぱいいるわけですよ。いっぱいいるんだけれども、まあ、気をつけないといけないのは、そういう人たちは自分もお仕事が欲しくて営業したくて集まってるから、はい、バンバン営業されます、うん、逆に保険とかね、ネットワークビジネスとかね、はい、よくわかんない水とか、はい、されるわけですよ。でもそこにはたくさんいる。じゃあ今度そのたくさんいる方々をどうするか、僕は1対1でお話ができる機会というのをとにかく作ってみた、うん、アポイントを取ってみた、はい、でそこでいろんなその人の夢を聞いた、うん、どうなりたいんですか、
どんな夢を持って頑張ってるんですか、将来のビジョンはどうなんですか。起業してる人っていうのはやっぱり夢を語るのが好きな人が多いわけです。これどん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 夢を語ってもらえる、売上をたくさん作ってとか、会社を大きくしてとか、従業員をたくさん雇ってとか、日本を代表する会社にしたいんだとか、いろんな思いがあるじゃないですか、はい、そういう思いを聞いて、ああさすがです、日本を代表にする会社になりたいんですね、会社にしたいんですね、ああなるほどね、今はまだ会社にしていらっしゃらないんでしたっけ。あ、そうですか。会社設立っていつ頃やるご予定で立ってらっしゃるんですか。今のところはやらない理由とかってあるんですか。いや特にその時時期が来たらみたいな話になるじゃないですか。会社って作ってしまった方が有利な点ってこんなにたくさんあるんですよ、はい、話するじゃないですか。社会的信用もそうだし、節税のこともそうだし、採用に関してもそうだし、やっぱり会社があると個人では見る目が全然違うし、自分の覚悟とコミットメントもそこに違いが出てくるっていうような話をして、確かにね、会社ね、いつかやろうと思ってたけど、そうだね、せっかくだから古川さんね、話も合うしお願いしようかなみたいなことをひたすら繰り返してました、はい、いやもう会社設立、相手のヒアリング、相手のことをいっぱい聞いてヒアリングして、夢を引き出すことによって自然と相手がやる理由をどんどん言わせるっていうのがすごい大事な方法なのかなってちょっと今感じました。これね、営業どれでもそうなんですけど、はい、相手の願望を明確にしてあげるっていうのが大事なんですよ、はい、ぼやっとしたものを整理してあげて、あ、そうか、俺はこれがやりたいんだ、じゃあそのために効果的な手段としてこちらが用意しているサービスを提案してあげるっていうね、この流れがすごく大事なんですよね。すごく今どの仕事にも重要なことを聞きましたこれの繰り返しです。そこで考えてもらいたいのは、もちろん代書屋さんとしてねずっと続けるっていうのであれば、会社設立をひたすらやるっていうことでもいいと思うんです。でもせっかくそこでご縁を得るわけじゃないですか、自分を信頼してお仕事をお預かりするわけじゃないですか。そこから先何がご支援できるかを考えてもらいたい。会社設立して、まあ、今単価もだいぶ下がりました。昔は1社作るとだいたい10万円ぐらいもらえてました。今だと3万円とか、すごいところだと1万円とか、なんだったら税理士さんが顧問契約を2年してくれたら会社設立無料でやりますみたいなパターンもあるわけじゃないですか、はい、そこの中で自分の単価設定をどうするのか、例えば高くしたいんだったら他とは違う何かしらの付加サービスがないと高くできないじゃないですか、ただのぼったくりになっちゃう。だからそこでどんなサービスを提供できるのか、よりお客様のお役立ちをして単価を上げること、これをまず考えてもらいたいし、設立後の拡張性、はい、設立した後にどんなサービスをしていけば LTV って考え方がありますけど、ライフタイムバリュー、このお客様が存続し続ける限りどれくらいの価値提供ができるのか、ここを設計してお仕事してもらえるとなおいいと思うんですけどね。はい、また大事なことを聞かせていただきました。これからやっていく中で、その代書屋で自分が果たしていたいのか、それとも行政書士という資格を使って自分自身が新たな価値を生み出していくのかって、その2つは結構違うなと思ってて、うん、違う、はい、私は結構後者の方の考え方なので、なるほど、今のお話はすごく参考になりました、うん、すごくね、いいと思うんですよね。せっかくね、こうやって関わらせていただいたんだから、それだけで終わるんじゃなくて、はい、何かできることはないかな。税理士さんだったらそれこそそこから税務顧問が始まりますよね。社労士さんであればそこから給与計算とか労務顧問とか始まりますよね、はい、行政書士だとなかなか独占業務でそれはない、うん、っていうことを考えると、別に独占業務にこだわる必要はないわけじゃないですか、まあ、ここ意見結構割れて、はい、独占業務しかやっちゃいかんっていうけしからん組もいるわけですよ。います、これはかなりいます、はい、でそれ以外のことをやると、あいつは行政書士じゃなくて商売人だということを言ってくる人もいます、はい、いるということは知っておいた上で、それをどう受け止めるかですけど、いや関係ないだろうと、え、法律でダメなんでしたっけみたいなこれよりはお客様が求めてくださって、それをサービスとして価値提供できるんであればウィンウィンじゃないですか、はい、誰か困りますみたいな話なんですよね、はい、僕はそういうタイプ、はい、ただそこをしっかり設計してあげて、例えば資金調達を頻繁にね必要とされるお客様であれば、資金調達のご支援をしてあげるっていうのもあると思うんです。例えば銀行融資、まあ、最初は日本政策金融公庫、公庫融資からスタートだと思うんだけど、公庫だけではなく新金、地銀、いろんな金融機関さんあるじゃないですか、はい、最初の創業融資は割とね簡単に融資獲得できるんですけど、そこから創業融資を超えて地銀、新金に融資調達を絶えずできるような状態を作るっていうのはなかなか簡単ではないんですよ。決算書もきれいにしていかなきゃいけないし、はい、信用を作っていかなきゃいけないし、それこそ新金さんに定期預金を入れて関係性を作って、
そこでこうコミュニケーションを取りながら、こんな事業をやりたいんです、融資借りますみたいなね、そういう関係でパイプを作っていく必要があるんですけど、こういった部分のコンサルティングっていうのも十分お仕事になるわけですよ、はい、お客様も嬉しいじゃないですか。え、独占業務以外やっちゃいけないって何ですかって話じゃないですか。本当そう思います。そういう、ね、発想で多分柔らかくお客様が求めるものは何だろうか、それに対して自分が価値提供できるものは何だろうかということを考えていくと、 LTV ね、生涯的にこう提供できる価値っていうのが増えてくるので、ここを設計してもらえるとすごくいいかなとは思います。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回はしじみさんことゆかさんから開業時のお悩み2つお話ししてみました。まだまだ12個はい、残り10個あります残り10個ありますので、はい、何本かに分けてお届けしていきたいと思いますので、引き続き楽しみください。はい、いかがでしたでしょうか。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、コメント、質問などもお待ちしております。 Twitter、Instagram、Clubhouse などでも情報発信をしておりますので、ぜひ概要欄からフォローお待ちしております。ゆかさんの SNS の URL も概要欄に貼っておいて、いいとも、はい、はい、いいともということで貼らせていただきますので、はい、そちらからチェックしてみてください。今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。